大型で強い台風18号は明日にも東海地方に近づく見込みで大雨などに警戒が必要です。台風18号は明日午前中に九州に接近または上陸した後、東海地方に明日夜から明後日未明にかけて最も接近する見込みです。台風周辺の湿った空気が流れ込み、三重県南部では昨夜から雨が降り始め、これまでに尾幡市で75.5ミリ。 大台町で98ミリの雨を観測しています東海地方はあすにかけて1時間に60ミリから70ミリの非常に激しい雨が降りあす夕方までに多いところで三重県で350ミリ愛知県で120ミリ岐阜県で150ミリが予想されているほか台風接近に伴いさらに100ミリから200ミリの大雨の恐れがあります また最大瞬間風速は30メートルと風も強まる見込みで気象台は警戒を呼びかけています。